ここが高崎市役所、ここが高崎駅、群馬八幡駅がこの辺、ここが、だるま寺、現在地はここです。タクシーで12分で連れてきてもらいました。これが高崎観音、すぐ真上にそびえています。高さは41メートルです。だるま寺も有名な観光地のはずなんですが、あっちはそんなに商売系がなかったんですけれど、こちらはこういうお土産屋さんとかいろいろあってね、春には桜が咲いて、いやもうちょっと1ヶ月ぐらい早く来るとよかったんですけどねと言われましたが、今も新緑が美しい素晴らしいところです。画面に収まりません。これが高崎白衣大観音です。さっきタクシーの運転手さんが教えてくださったんですが、建てられたのは昭和11年で、高崎の大金持ち、大地主というか財閥のですね、井上なんとか二郎さんという方が、これを自分の土地に建てて、そして、まあ、この周りの公園なども整備し、観光地を作り、また同時に、戦没者の慰霊をすることを目的として建てたもので、高崎のシンボルになっています。上越線とか新越線で走っている、JR 東日本の観光列車ね、 SL 群馬みなかみ号とか SL 群馬横川号ってのがあるんですが、それの終着高崎に到着をする前の車内放送で、ご乗車ありがとうございました、次は、観音様見下ろす町終点の高崎ですみたいな、そういう車内放送をするんですけれど、まあ、やっぱね、それを聞いてるんで、観音像を見に来たのは初めてでしたが、まあ、高崎といえばこれだなというイメージはずっと前から持っていました。これもまた特にですね、見るのにお金はかかりませんし、でこの中に入って一番上に登ることもできるんだそうです。興味はあるがちょっと登るのは大変そうです。まあでも興味はとてもあるんで登りますよ。できた時はね、東洋一と言われたって書いてありますが、世界一だったようです。まあ、ただ西洋にこういうものが多分ないと思うので、それで東洋一という言い方をしたんでしょうけどね。今ではこれより大きいものもあるらしいですが、中は写真もご自由ですと教えていただきました。かなり現代的です。鉄筋コンクリートの工法がもう完全に確立された後に作られたので、鉄筋コンクリート製だから、かなりなんかね、最近作ったようなものに見えるんですが、実はもう80年以上前のものだそうです。80年ぐらいの言い方の方がいいかな。だからね、2036年頃にはもうこの寿命がやってくるはずだと書いてありました。鉄筋コンクリートって私知らなかったんですけど、100年ぐらい経つともう使えなくなってしまうらしいんですね。そうなった時に次の観音様を建てるために、寄付を一口1000円で受け付けているんだそうです。あ、すごいな、これボーイング787とかのそんな感じですね。これミョンヘンで教会の塔に登ったのを思い出します。これずっと9階まで続けるんですね。体内巡りもここが終点で、ここが一番上のところ、観音様の肩に当たる部分だそうです。こんな風に、ね、20体の仏像もまた綺麗に彩られて置いてあります。これより上は顔なんですが、私外に出るのかなと思ったら、別にそういうわけではないみたいですけどね。こんな風に窓がついてて、こっちが東京方面だそうです。こっちは荒船下仁田方面、山が見えるけどあれは何ですかね。かなり近代的な感じはするんですけど、やっぱね、あ、これだけが昔の企画なんだなと思うのは、この手すりが腰のちょっと下ぐらいまでしかないですね。ちょっとバランス崩したら頭がスダーッと下に落っこちそう、上からとかね、落ちると大変なことになりますので、ちょっとこれは気をつけて歩きたいところです。なるほど、裏から見てみるとこういう風に外を覗く穴がたくさんついてたんですね。登ってみると分かりました。ちなみに一口1000円で寄付を募っていましたので、私もね、いいところだったからしてくることにしました。やっぱこう高崎でこれがないとね、上越新幹線とかからも見えるんですが、なんか物足りなく感じますんで、お札をいただいたんですけれど、残念ながら私はあんまりこういったものを信じておりませんが、しかし、高崎の、シンボルを次の世代にも受け継いでおきたいなと、そういうふうに、思う気持ちから寄付をすることは特に罰当たりみたいなことには多分ならないんじゃないかなと思いますけどね。しかし素晴らしい鮮やかな黄緑です。こっちから映した方がよく見えますかね。降りてきてちょっとお土産屋さんがあって甘酒が売ってるってんでね、じゃあ飲んでみようかなと思ったら、こんな丁寧な形で出していただきました。お店の方も親切でね、ベランダお使いになりますかって出していただきましたね。
甘酒もいい思い出なんですが、お店が親切だったのもまたいいですね。これ生姜がお好みでってことだったんですが、しっかり吸った生姜みたいだな。ちょっとここに置いといて、先に普通にいただくことにします。ベランダもまたちょうど今アーバーが茂ってて、一番見応えのする時期ですよ。いやこれだったらベランダがいいね。冬は中の方がいいかもしれませんが、この観音やお休み処というところに寄らせていただきました。いや本当にこう緑が美しいとカメラを回すのも楽しいね。タクシーの運転手さんから道順は地図ではっきり分かるように書いてあるからそんなに心配することはないと言われましたが、この辺りは結構観音山エリアと呼ばれて観光地がたくさんあるようなところです。でさっきの白衣大観音がその中心で桜の名所にもなっていますが、まあそれも終わっている。さっき言った通り、でその脇に響き橋、吊り橋があります。赤い吊り橋はさっき観音様の中からも見えました。で次に行こうと思ってんだね。どこだったかな。これはこの F ね、洞窟観音、ここ行ってみようと思っております。繋がれてない犬がいるわけですけど、ピシッとしてね、ピシッとか言ったらこっち向きましたけど、なんだあいつみたいな感じ。よくできてるなこの犬は。本当に犬ってのは本当にこうなんていうか体育会系のノリというかね、縦社会に適応している人間にとっても都合のいいありがたい動物だと思います。そんなことばっかり言うと犬をバカにしてるようですけど、褒めてるんですけどね。観音様像の脇の道を降りていこうとしたらね、お土産屋さんが3軒ぐらい並んでてずらっと並んで、でそこから、それぞれ、お店の人が出てきてね、はいどうぞどうぞ安いよとかね、いろいろサービスするよとか、お茶でも飲んでゆっくり入ってってみたいな、こうおこ すごい商魂たくましいなと思う、3軒並んだ土産屋の脇を通り抜けたんですが、で最後の店の人がね、この先に吊り橋があるからそこも途中ちょっと右に入って見てってねと優しく教えてくれたんで、結局何も買いませんでしたが、吊り橋の方に寄り道をすることにしました。あちょうど見えてきています。あんまこの吊り橋を見に来てる人はそんなになさそうだな。これですね、ちょうどまた青葉に茂ってなかなか素晴らしい。いやいいですね、赤と緑のこのコントラスト。誰もいませんけど、大抵吊り橋からの眺めっていうのはいいわけですね。なんかこうブン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 また来てますけどね、人間の吐く息、二酸化炭素に反応してやってくるアブとかそういうやつだと思うんですが、ここは下の川みたいなものはほとんど見えないけど、すごいなあ。これね、やっぱ同じことしかさっきから言ってないような気がするんですけど、時期が素晴らしいよ。緑の、ね、どこまでも続くこうなんていうんですか、こうこんもりした感じ、素晴らしいね。すごい、結構な山奥に来てるように見えると思うんですけど、ここから高崎駅までね、多分1時間ぐらいあれば歩いてでも行けるぐらいの距離じゃないですかね。さっき割とすぐ近くにさっきの市役所も見えましたし、下を覗いてもただ谷間になってるだけなのかな、川も流れてるのかもしれませんが、ほとんどそういったものは見当たらないですね。この橋もかなり頑丈で、ちょっと揺らしてみましたけど、あんまりそういうのやっちゃいけないのかな。でも全く揺れません、まあ、揺れないの分かってるから揺らしたんですけどね。よし着いた。歩いて、まあ、15分ぐらいですかね。洞窟観音、下り坂だから楽でした。この山全体が観光地になっているって話はしましたけど、多分高崎駅から山の一番上ら辺にある、さっきの、白衣大観音のところまで行って、そこから降りつつ観光して、そして帰りのバスに乗って駅へ戻るっていうのがいいんじゃないですかね。撮影のお許しもいただきました。おお冷えてるな。奥まで400メートルあるそうです。防空壕となりました。へえ、そうなんだ。防空壕だったのか。それ使えるよな、そういう風に。洞窟内で見られる小さな扉の奥は貯水槽です。へえ。これにより陸軍から模範的民間防空壕の称号を賜り、はあ、鋼材やセメントが配給されたため、はあ、物資のない時も洞窟観音の建設が続けられました。へえ、いや結構面白い解説だな。こんな風な、ね、洞窟、壁が掘られてその周りを、鉄筋コンクリート方式で補強したという、まあ、こんな大きな横穴なんですが、長さは400メートルほどあるそうです。そんなにあるのか。実際には800メートルまでやる計画だったらしいんですが、途中で、この建設を始めた方が亡くなられて、途中の400メートルで終わりとなっています。で、着工したのが昭和2年で、戦後昭和39年頃までずっと、掘り続けたとか、確かそんな、感じだったと思いますけどね。もともとはこの高崎にみんなが集まる観光地を作ろうということで、さっきの観音様と同じですけどね、こちらもまた、大きく掘られたところ、
かなり手作業でやった部分がほとんどなんだそうで、鶴橋とかそのままでこうガンガンガンとずっと掘り進めていったとかそういうことで、作業員がいないときは、その地主のお金持ちの計画をしたおじさんと、その奥さんと2人でですね、これを掘り進めたとか、そんな話も聞きます。その中に観音像がたくさん並んでいるわけです。さっき如意輪観音像でしたけど、これは湯気観音、遊戯とも呼ばれます。仏の境地に徹して何者にもとらわれず自由自在であることを意味します。どうか、湯気、遊戯って書くんですけれど、別に遊び回っている観音様というわけではないそうです。究極の自由を手に入れた観音様ってことなのかな。で、高崎のこの町にはさっきの白衣大観音様もそうでしたけれど、こんな感じで人工的に作ったような名所みたいなの結構多いようですが、それだけ高崎を賑わせようって勢いが昔から結構強かったんでしょうね。だからこの山の周りもね、そんだけみんなが楽しくなるだろうみたいな場所をたくさん作ってますんで、見応えはあります。こんなに面白いものがいろいろあるとはね、私も知らなかったんですけど、駅からもバスで来られますし、バスの時間だけちゃんとピチッと来ればね、この山一日楽しめるんじゃないかな。さっき自動音声の解説も聞いた通り、この洞窟が結構戦時中の防空壕としての役割を大きく発揮して4000人もこの中に収容できるということで、陸軍からも表彰をされ、ここは模範的だと言って、模範的なところであるから、セメントの配給をするってですね、それでいろいろともらい物をしたので戦時中も工事を続けられたんだそうですね。それなかなかすごいことです。逆に言うと昭和2年から39年まで途中途切れることなくずっと工事をしていたというわけですから、39年経ったと思うんです。50年ぐらい工事やってたって言ったかな。相当手間をかけて作ったわけですよね。ここのオーナーの方ともさっき撮影の許可をいただくときに、お話しさせていただいたんですが、大変親切にやっていただきました。まあ、何より、ここはやっぱ涼しいっていうのがいいですね。外はずっと暑かったからちょっと気分がほてってくるもんですけど、シャキッとした頭で仏様を一つ一つ、これは何の仏様かな、見ることができます。左手にレンゲを持ち、岩上岩上より水面を見る姿をしています。天の大将軍のごとく、威厳と徳望とがまさに優れているそうです。なるほど、確かに言われてみるとこう非常に高い境地から見下ろしている感じがしますね。特にここはすごいな。これは解説がどこかにあるかな。ちょっとさすがにないと私にもわからない。ちょっとね、私みたいな知識のない人間にわかる解説は見当たらなかったんですが、でもすごいですよね、これね。高崎にこんなところがあったのかってのは私も知らなかったんですが、大きいなこれ。このすごい周りの溶岩みたいなやつはですね、浅間山から、専用のなんか貨車みたいなやつでこうガーッと運んできたらしいんですね。かなり手間がかかっております。しかも、まあ、今日が平日だからってこともあるんでしょうけど、平日の真っ昼間なんで、結構静かです。入るのは800円ということで、少し値段はまあ、一般的な、なんですか、お寺とかと考えると、まあ、高いと思うんですが、まあ、でもね、こういうふうにこう不思議な、まあ、なんですか、アトラクションっつったら身も蓋もないかもしれませんが、しかしこうちょっと変わった風みたいな、おっ、コウモリ、コウモリ来たなそういうようなところに来たと思えば、うん、別に高いとは感じませんよね。今回は別に高崎のお寺巡りとかそういうつもりはなかったんですが、まあ、結果として仏教的な施設を主に見て回るような感じになっています。なんかこんなに仏様のやつが発達してるのか分かんないですけどね。だるま寺、だるまがお寺のものだっていうのも私は昔はそんなよくは知らなかったんですが、それから、この2つの高崎山にある観音様と、洞窟観音、大体今回ご紹介したのはこれぐらいにさせていただければなと思っております。しかしなんか奥に行けば行くほどすごいな、これどうしちゃったんだって感じの、こう巨大な、大変だったでしょうねこれ作るの。それは何十年もかかるわって感じです。しかも全部手作りですからね。これ昔はここに手すりがあったから多分入ってあの中をぐるぐる歩いたりとかできたんでしょうね。ちょっとさすがにこれは今の時代に合わないなって感じですけど、遠くから見るだけでも圧巻です。なるほど、これ分かりやすい。洞窟観音はこの辺りの、まあ、大変硬い地盤に、作られているので、頑丈だろうと思って実際頑丈なんですが、その代わり頑丈すぎて鶴橋もすぐに使えなくなってしまう、それほど大変なところだったそうです。そして、
この徳蔵さんという、何徳蔵さんだかごめんなさい忘れてしまったんですが、この掘ろうということを考えた方が亡くなった時に、それと同時にじゃあもうやめてしまおうということで、ここで工事が打ち切りになってしまったそうです。だからこれなるほどね、すごい天井も高いわけですけど、これより先も掘る予定であり、またこっちにもまた多分、観音様を何か置くための穴を作る予定だったんでしょうけれど、上からこんな感じでだんだんにこう上を掘り、次にここを掘り、最後にここを掘って大穴を開ける、こっちもそうですね、この先にもまだまだ伸ばす計画だったはずなんだろうと思うんですが、上を掘り、ここも掘って掘って掘って、そしてまたこの先にずっと続けていくという工事を、ずっと続けていたという当時のその工事中断時の跡がそのまま残ってるってことなんですね。これ面白いですね。で逆にこっち、その工事を中断してしまったので出口を設けるために、さっき、これのこの字型みたいになってね、こういう分かりますかね、こういう形になってるんですけど、向こうからこうぐるーっとこう回ってきてこっちへこう来てるわけですが、本当は多分こっちへ行く出口を作るんじゃなくて、まだまだこの先までこの倍の長さの穴を作りたかったんでしょうね。でもここでもうちょっとさすがに工事はやめるかということになり、そしてこちら側への出口に掘り替えた、そういうことなんでしょう。結構面白かったな、ここ全然知らなかったんですけど、もうちょっと有名になっても良さそうですけどね。うちのこの動画をきっかけに高崎の観光客が増えたらいいなと思います。私高崎って結構、鉄道マニアだからっていうのもあると思うんですけど、鉄道の要衝なもんだから、前からイメージは良かったんですが、こういう風にね、そういうじゃあ主要な駅がある周辺ってどんなものがあるのかな、見て回ってみるとその街への愛着がさらに深まりそうです。なるほど、さっき上の観音様の像のところをこう降りてきたんですけど、入り口があそこにあって、あそこから入ってこの大きな、山の裏側をこうずっとぐるっと回ってですね、中にさまざまな展示がなされていて、ここが出口、そして今ここから出てきたというわけでした。バスが出るまであと15分ぐらいありますかね。入り口の脇にこんな部屋があってね、これなんだろうなと思ったら、これも狭いじゃない、涼しいですけれど、これはここで工事に当たっていた人たちの控え室なんだそうです。なるほど、確かにここにこういう風なこう通り道があってね、向こうの順路とつながっていますが、ここでこうみんなして集まって、倉庫として使ってたりとかもしたのかな、鶴橋とかが立てかけてあったりしたのかもしれません。洞窟観音の見学料を支払うと、その脇にある随分すごい大きい立派な庭園だな、この立派な庭園をまた拝見することもできるそうです。バスまでの時間まだありますので、あとはここで過ごすことにします。いいね、暑くもなく寒くもなくそよ風が心地よくてね、いや最高のロケーションじゃないですか。この庭園にも防空壕があったな、防空壕って書いてあるんですよね。これなんだ、この洞窟は三徳山田徳蔵さんらしいんですが、記念館を沿うように地下を通り50メートルほど奥に約8畳の部屋があります。防空壕としての利用を目的に徳蔵が建設をいたしました。記念館は徳蔵の住まいでしたが、勝手口からも利用できるようになっていました。へえ、お金持ちの人は自分の防空壕を用意しておくんですね。お、すごいな、これ東国の宮鳴彦王の穴ですよね、鳴彦王殿下の、大木崎様、これ戦前の写真か、すごいね、そんな東国の宮家皇族の人も来てたんだ。僕の奥の防空壕までは入れませんって言ってますけどね、奥に広い部屋があって、ある程度住めるようになってたんでしょうけど、長野の松城大本営跡みたいな、そんな感じがしますね。ただただ立派だな、これ京都とかだったら観光客が押し寄せるんでしょうけどね。この順路を進もうと思ったらもみじをくぐっていくわけでしょ、贅沢な話ですよ、これもまた。よしよし、こうですね。ああ、これはいいぞ。
ちょっと小さいバスですけどね、グルリンゴという名前です。乗るのに1回200円でいいそうです。25分ぐらい乗ったんで、すごいお金かかるんだろうなと思いましたが、かなり、これはあの補助金が出てるんでしょうね。安く移動できますよ。こんなにいいとは知らなかった。しかも、さっきね、高崎であの、ガイドとかされてる方に、高崎じゃあの観音のところでね、お会いしまして教えていただいたんですけど、さっき市役所に行きましたね。あの市役所の前に確かにあったんですが、誰でも登録とかすることなく使える、そんなに範囲は広くないんですが、ブラッと乗れる、レンタサイクルのいうものがありまして、タカチャリって言ったかな、この町の中心部2キロぐらいの短いところですが、かなり気楽に100円入れて使えて、そしてまた止めると、ステーションに止めると100円返してくれる、そういうね、便利なサービスがあるみたいです。結構交通は充実してる感じがしますね。これがこのグルリンゴ、松林山線とそれから倉賀野線とか、まあ、他にもですね、いろいろ、まあ、あるわけですが、私の乗ったのはどれだっけな、観音山線かな、これね。いや本当にどれもあの便利に使わせてもらえると思いますよ。なんたって安い、本当に低コストで、あちこち見て回れるいいところだなと思いました。タクシーも便数があってね、それなりに呼べばすぐ来てくれると思いますので、また便利なところです。ここよりまたバスを乗り換えて榛名山の方に行くのもいいかと思いましたが、榛名山もまた今高崎市になったって話しましたかね。ちょっとね、時間が ありまして、本日あの私ちょっと横浜で、飲み会があるのと、それから私の本当個人的なあれなんですが、歯医者の予約がしてありますので、ちょっと、高崎の観光はこれまでとさせていただきます。でもね、いつも鉄道で、頻繁にもうなんか月に 2,3 回ぐらい訪れるこの高崎ですが、こういう面白いのもあるって、まあ、私もなんとなくは分かってましたけどね、まあ、やっぱり改めて来てみると、それ自体も目的地として価値のあるただの乗り換え地点ではないのだなと、改めて感動しました。特に視聴者の中にはやっぱり鉄道がお好きでね、高崎駅との馴染みが深いという方も多いはずです。ぜひ、何かの乗り換えのついでとかでですね、少し足を伸ばして高崎で、まあ、2,3 時間ぐらいから多分観光はできると思いますので、あちこち訪れてみると結構楽しい思い出ができると思います。じゃあ東京までは新幹線で帰ることにします。高崎線だとちょっと2時間ぐらいかかりますので、今日はゆっくり楽しませてもらいましたから、帰りは素早く帰らないと。一応高崎市の紹介ってことになってますんでね、高崎から新幹線に人が非常に多く乗ってくるということもまたお伝えしておかなければいけません。結構高崎大宮間は混みますからね。この区間でグリーン車を利用するという人もいます。本当に混みそうだな。2階建てだったらよかったんですけど、1階建ての10両編成ですからね。上越新幹線で最もお客さんを乗せない新幹線が来ました。に見えるのが、さっきご紹介した高崎の市役所、観音山はあちらです。どれだどれだどれだどこ行った、見えました、これですね。上越新幹線で高崎を通るときはぜひ、新潟方向に向かって進行方向左側に注目してみてください。あの辺りまでバスで25分、たったの200円で行くことができます。ご視聴ありがとうございました。お忘れ物の内容を